第21回全国学生カート選手権ヤマハ SS クラス SS 決勝ヒート2、今フォーメーションラップがスタートしています。隊列を引っ張る奥村和信は今年は兄弟での参加です。セカンドグリッドからスタートの奥村明憲とともに兄弟2人でバトルがしたい。弟明憲くんはお兄さんのポールポジションからスタート、カーナンバー12番奥村和信を抜かして1位になりたいというふうに先ほど話してくれましたが、さあ本当に兄弟2人のバトルとなってしまうのか。このグリッドは決勝ヒート1のベストラップ順にグリッドが決定しています。さあ今隊列が戻ってきて日照旗が振られました。スタート。1コーナーから2コーナー、奥村の次に柴原が上がってきました。奥村明憲はポジション1つダウン。そして藤田が上がってますね。藤田もポジションを1つ上げて現在5番手でバックストレート。さあマシンが接触で遅れを取ってしまったマシンがあります。マシンが2台3台と遅れを取ってしまっていますが、トップは気にせず最終コーナー立ち上がって奥村和信、柴原陽介、保坂希龍がアップしてきているでしょうか。そうですね、保坂希龍が3番手、奥村明憲はスタンドのポジションを早くも2つを落としてしまいました。4番手、その後ろには藤田拓宏が続いていきます。トップ5の後ろは池田優斗ですね。地元勢池田優斗が第2集団の先頭を引っ張る形となっています。さあ奥村和信逃げ切りなるか。柴原がその奥村の尻尾を掴んで離しません。サタップは V 字コーナーに入ってきました。今最終コーナー、トップ5台を追いかける池田優斗も1コーナーから2コーナーへ。池田優斗の後ろにはカーナンバー17番鈴木貴博です。9番スタートの鈴木貴博が現在第2集団を率いてポジションを2つ上げて7番手につけています。さあ池田優斗はトップ集団に交わることができるのか。現在 V 字から最終コーナーへ。ホームストレート、奥村和信、柴原陽介、細田希龍、奥村明憲、そして辻田拓宏。3番手争いが特に3台団子状態となっていますね。さあ3番手順位変わるか。先ほどマシン2台が接触と
その隙に藤田が順位を一つ上げました。藤田が細田桐生をパスしてポジションアップ、細田桐生はポジションを落としてしまいました。さあそんな前3台のバトルに隙をついて池田優斗もそこに食らいつくか。4台連なって1コーナーから2コーナーへ。トップ2は3位以下を引き離しつつありますね。奥村と柴原、その後ろには奥村明憲でしょうか。奥村明憲、藤田拓宏と続いていきます。そして細田桐生と池田優斗。さあトップ6台最終コーナーから鈴なりに立ち上がってきました。1コーナーでは細田桐生の尻尾、池田優斗が捉えたか。テールクノーズのまま試験を抜けてヘアピンへと向かっていきます。さあバックストレートではカナバ4番でしょうか。カナバ4番小林武明が順位を上げてきているように見えますね。さあそしてトップ2、トップ2が次々と1コーナーから2コーナーへ。池田優太ポジションを1つ上げて現在5番手まで上がってきています。地元新潟国際自動車大学校に通うメンバー、地元なのにまるで氷の上を走っているかのようにグリップが効かないと苦戦していたようですが、巻き返しはなるんでしょうか。奥村、柴原、奥村明憲、藤田拓宏、そして池田優斗、細田桐生の順で試験員へと向かっていきます。そのトップ集団の後ろにはカーナンバー17番鈴木孝弘が率いる3台、そしてカーナンバー4番小林武明が率いる3台が続いていきます。さあトップ10周目に突入しました。藤田が3番手奥村に迫る勢いで攻め上げてきていますね。現在4番手の藤田ですが、奥村明憲に仕掛ける時も遠くないかもしれません。池田優斗と細田桐生はそれぞれ単独でバックストレート。さあトップ2は最終コーナーです。さあ18周のこのレース、折り返しはとうに過ぎています。トップ2の差は 0.3 秒、ほぼありません。奥村の背中を柴原が捉えたか。さあ奥村兄弟の後ろにはそれぞれ1台ずつ強敵が迫ってきています。
走行中は今年の大会選手宣誓の柴原陽介です。そして奥村明則、藤田拓宏は6番スタートから現在4番手まで上がってきています。その後ろに1台ずつ池田優斗と細田希龍、おっと1台マシンが止まってしまっています。1台マシンが止まってしまっています。さあトップ戻ってきました。ホームストレート、今日はこのホームストレートでスリップストリーム効きやすい状態となります。1コーナーではカナバ16番の渡辺仕掛けるかと思われたんですが、ここはそのまま、また独走状態だった池田優斗の背中を細田希龍が掴みかけています。レースはいよいよ大詰めです。トップ4はホームストレートから1コーナー、池田優斗と細田希龍のバトルも注目です。またカーナンバー17番鈴木貴博も逃げ切りになるんでしょうか。カーナンバー16番の渡辺智則が先ほどからじわりじわりと詰め寄ってきている印象。奥村明則、関西大学から参加してくれました。
4番目はカーナンバー10番藤田、5番目カーナンバー2番細田、カーナンバー1番池田優斗、カーナンバー17番鈴木貴弘の順でチェッカーを受けていきました。